アレクサンドラ・クタスは、世界初の車椅子のランウェイモデル、ウクライナ初の障害者ファッションモデル、ダニプロウ市市長のアクセシブル都市開発アドバイザー。ファッションビデオの撮影、アレクサンドラ・クータスは、ダニプロウで生誕した。出産時の医療事故により、脊髄損傷を負い、幼い時期から車椅子の使用を余儀なくされた。14歳の時、ジャーナリズムを専門とする高等学校に入学し、数多くのウクライナの著名人やイベントを取材する。2009年にユニセフのコンテストで最高の若手ジャーナリストとして選ばれ、ニューヨークで賞を受賞した。高等学校を卒業後、ニープローパトロウフスク国立大学で心理学を専攻した。大学を卒業後、障害者モデルを活用したアレキサンダー・マックイーンに、影響を受けて、モデルとしてキャリアを始める。ブレイク・ユア・チェーンズ展2015年、写真家のアンドレイ・サリンザコブと協力し、障害者を縛る固定観念という鎖を壊すことをテーマとした、ブレイク・ユア・チェーンズという写真展をモデルとして参加し、米国のハフィントンポストなどから注目を集める。美ランウェイ・フェイド・ボジーノーブの賞2016年、クータスは、ウクライナのファッションデザイナーフェイド・ベナノーブと協力し、クータスを中心とした新しいコレクションの発表を行った。賞の準備期間中、クータスは100以上の取材に対応した。2017年1月末、障害を抱えるモデルを取り入れた世界初のファッションビデオの制作式をはじめ、同年2月3日に秋冬コレクション美を開催した。同ファッションショーは、50以上の国で取り上げられ、デイリーメール、ボグ、エル、ムンドなどの大手メディアも報じた。ランウェイ・オブ・ドリームス2017年6月、トミー・ヒルフィガーと共同で、ニューヨークで開催するファッションショー、ランウェイ・フォー・ドリームスにモデルとして参加した。また、ニューヨーク滞在中に、オンラインボーグ・ウクライナ版で、モデルとして写真撮影に参加した。モデル事務所ストローベルフォックスとの契約2017年8月、デリーのモデル事務所ストローベルフォックスと契約を結んだ。海外から障害を持つモデルがインドのファッション市場で働いたのは、これが初めてだ。トップ30アンダー30アワード2017年12月3日、ウクライナの新聞社、キエフポストのトップ30アンダー30賞をモデルとして初めて受賞した。ありがとうございます。